さあ、それではいよいよどうぞ。大きな拍手をお願いいたします。素晴らしい。カメラマンの皆様に大サービスをしていただきましての、写真撮影でございました。はい、今日は皆さん来てくださり本当にありがとうございます。こうやってモニュメントのデザインの発表式に、実際にちゃんと仙台に足を運んでこうやって皆さんの前に、立てること、そして話せることをとても嬉しく思います。この発表式の、段取り計画は本当にすごく前から行われていて、そしてこの発表式自体の設営とか、環境を整えるにも昨日の夜から、たくさんの方々がやっていらっしゃいました。そういう方々にも本当に、感謝したいなと思います。本当にありがとうございました。また、このモニュメントを作成するにあたって、デザインをするにあたって、たくさんの協賛の、会社の方々、スポンサーの方々もいらっしゃいます。本当にそういう方々にも、心から感謝したいと思います。ありがとうございました。そして、何よりも、このデザインの発表、そしてモニュメント自体を楽しみにしてくださった、仙台市民の方々、そして全国の、私を応援してくださる方々、今日は当選されなかったかもしれないんですけれども、今日今見てくださっている方々、本当に、今まで応援ありがとうございます。なんか荒川さんの隣に自分が2人並ぶっていうのはとても恐縮で、本当になんか、あ、でも2連覇したんだなっていう、なんかすごい感慨深い思いと、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり、これがまたきっかけとして仙台に足を運んでくださる方が増えたらいいなと思いますし、こうやって2つ並ぶことによって、まあ、自分も今見てたんですけれども、なんか顔の表情だったりとか、靴の使い方だったりとか、ポーズの仕方だったりとか、いろいろ本当に違ったところも、細かいところかもしれないんですけれども、あると思うので、ぜひじっくり、比較しながら見ていただけたら嬉しいなと思います。言えなかった思います。今日は本当にありがとうございました。羽生選手、ありがとうございます。近年のご活躍を称えます。このモニュメントデザインを広めいただいたところでございますが、実際にどのようなお気持ち、率直なお気持ちをお聞かせください。そうですね、まず自分が演技として、韓国の平昌の地で、そして、その前にはロシアのソチの地で演技をしてきたんですけれども、それが記録として残るだけじゃなくて、こうやって、モニュメントとして歴史に刻まれるっていうことは本当にすごいことだなって思いますし、形として残るということはこれからもつながっていく、残されていくっていうことなので、なんか自分が、まあ、66年ぶりだったかもしれないんですけれども、自分が、できたことに本当に誇りを持ちたいなと思いましたし、またなんかこれをきっかけに、あ、自分もモニュメント建てたいとか、そういうふうに思ってくれる、ね、仙台でフィギュアスケートをやってる子が一人でも増えたら嬉しいなとも思います。お子様たちにも